でさ、俺がその子に声をかけてみたら、なんか転がってきたぞ。消しゴム？お前のか？いや、ガラから言って女子のじゃない？ああ、その消しゴム見ないで！え、小野寺？その消しゴム返してください。すごく危険なものだから。はあ？危険？よくわかんねえけど、はい。ありがとう。ごめんね、お騒がせしました。危険な消しゴムって何だったんだ一体。ねえラク、今女子の間で流行ってるこんなおまじない知ってる？は？おまじない？うん、新品の消しゴムに好きな人の名前を書いて誰にも見られないまま使い切ると両思いになるってやつ。ふん、そんなのが流行ってんのか。ってお前まさか今のが？あくまで可能性の話だよ。なんなら小野寺本人に聞いてみたら？聞けるかよ。ああそうなのか、そういうことなのか。もしかしたらあそこに小野寺の好きな人の名前が？そんなことって、あー考えたってわかりゃしねえのにめちゃくちゃ気になる。そうかね、考えればわかると思うんだけど。昨日親戚が遊びに来ててさ、で、御年3歳の女の子からシュウくんって呼ばれて、そりゃもうすっげえ可愛かったんだよね。そりゃよかったな。だが、ロリコンはいかんぞ。そんなわけないじゃないの。それに俺、今んとこ年上好みっぽいからさ。どうだかな。まあ俺のことはいいんだよ。それより本題はここからでさ、楽って桐崎さんやマリカちゃんからは下の名前で呼んでもらってるけど、小野寺からは呼んでもらえてないよな。いや呼んでもらえてないじゃないんだけど。なんだ歯切れ悪いな。実は一回だけある。もう何そんな話聞いてないぜ。いつどこでそんなナイスイベントが発生してたんだ。いや詳しくは言わねえけど、人に言うような話じゃねえし、小野寺にも悪いだろそういうのは。ふん、そりゃそうかもね。じゃあその件は聞かないとしても、だったらなんでお前を今も名字で呼んでるんだ？いやそれが確かなんか照れるみたいなこと言われて名字に戻っちまったんだよな。そりゃお前その時に下の名前で呼んでくれって言えばよかったんじゃないかね。分かってるさ、俺の対応が悪かったんだ。自分が一番分かってるからさ。楽くん、え、どうしよう。楽くん、え、小野寺？ん？呼んだ一条くん。小野寺、今なんつった？今？あ、ごめんなさい、独り言聞こえちゃってた。テレビショッピングに出てた楽々燻製器を買おうか迷ってたんだけど。楽々燻製器？楽々燻私、何か変なこと言った？いや、なんでもねえよ。この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。ラクのバカ。わ
こいつ妖怪なのに嫁が聞かないのか。ラク様、おはようございます。ん、なんで立花がこんなところにいるんだ。お前の家は真逆だろうが。それはもちろん、ラク様と二人っきりでラブラブな投稿をするためですよ。お前、そのためだけに遠回りして俺を待ってたのか。これも愛のなせる技ですわ。だけど、ちょっぴり体が冷えてしまいました。ですので、ラク様の体で温めてください。はいはい、くっつくのは禁止。で、関係代名詞がこっちにかかってくるでしょ。だから役がこうなるの。あ、そっか。ありがとう、千景ちゃん。おかげでよくわかったよ。さすがだな、お前。まあね、これでもアメリカじゃ成績オール A だったんだから。アメリカに家庭科って科目はないもんな。何ですって。千景ちゃん、本当にすごいね。でも小野寺の場合、通知表の初見のとこすげえいいこと書いてもらってそうだけどな。そんなことないよ、私なんて全然。でも家庭科だったら仕上げはすごいって先生が褒めてくれてたかも。咲ちゃんの作るものって本当に綺麗だもんね。私だってさすがにあんな綺麗には作れないしさ。いや、お前の場合はもっと根本的な。なんか言った。別に。でも小野寺の仕上げが綺麗なのはガチだと思うぜ。そういう強みがあるっていいことだよな。そうかな。そうそう。そう言ってもらえると嬉しいよ。おっせーな、ちとげのやつ。とりあえず餌やり始めちまうか。この動物たちのはしゃぎっぷり、もしかして。みんな、こんにちは。今日も元気そうだね。やっぱり小野寺だ。一条くん、飼育係のお手伝いしていいかな。千棘ちゃんから頼まれたんだけど。ああ、助かるよ。千棘は来られないのか。うん、急にお家に帰らなきゃいけないって。そっか、悪いな小野寺。ううん、気にしないで。それで何からお手伝いすればいいかな。じゃあまずはみんなに飯をやってくれるか。うん、わかった。みんな、ご飯だよ。動物たちが殺到している。みんな、俺が餌やりする時より嬉しそうだな。そんなことないよ。私より一条くんの方が一緒にいる時間長いんだし、きっと動物さんたち一条くんを家族みたいに思ってるんだよ。ほら、家族だと一緒にいるのが普通になって、ご飯をもらうのも普通になっちゃうみたいな。ならいいんだけど、そんなもんかね。もし私が動物さんだったら、一条くんみたいに一生懸命お世話してくれる人は大好きになると思うな。小野寺が俺を好き。いや、あくまで物の例えだって分かってるんだけどね。俺も小野寺が動物だったらきっ
っと全力で世話しちゃうぜ。じゃあ次は掃除だな。小野寺は向こう半分を頼む。何かあったら呼んでくれ。うん。小野寺ってほんと家庭的だよな。気利くし、豆だし、優しいし。はあ、一緒に暮らしてえな。そうだね。うちは和菓子屋さんやってるから難しいけど、ペット飼えたら楽しいんだろうね。ああ、そうか、そういうことね。うっかり声に出てたのか。あぶねえ、危うく告白するところだったぜ。小野寺、今日はサンキュー。な、すごく助かったよ。うん、私も動物さん好きだし、このくらいなんてことないよ。またいつでも呼んで。ああ。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさいっと。玉か、お前何してんだ朝っぱらから。はよ起きて稲荷を作るのじゃ。ああ、はいはい、わかりましたよ。ねえ一条くん、数学の問題でわからないところがあるのだけど、教えてもらえないかしら。え、俺？別にいいけど、勉強ならお前の方が得意だろ。私じゃないわ、小先の数学。え？一条くん、ごめんね、瑠璃ちゃんこれからちょうど用があるらしくて。そうなのか。もちろん俺でわかるんだったら教えるけど。じゃあ悪いけどよろしくね。あの、なんかごめんね。気にすんなって。で、どこの問題がわかんねえんだ。ここなんだけど、使う公式はこれかなって思うんだけど、答えがどうしてもおかしな数字になるの。そっか、ここは一旦 X に置き換えるから。ん？なんだこの気配。どうかしたの一条くん。ちょっと待ってくれ。焦って落ちたか。まったく油断も隙もねえ。悪い小野寺、気のせいだった。そう？とにかくここだな。ここでこの公式を使えばいいんだよ。それで Y が左辺に移動して。あ、わかった、わかったよ一条くん。おお、ほんとか、それよかった。いや、そもそも俺がわかんなかったらどうしようかと思ったけどな。それでもいい。え？ううん、なんでもない。ありがとね一条くん。あ、小野寺が黒板消してる。気がついたらいつも仕事してて、ほんと偉いよな。届かない。やっぱり、あ
私じゃ一番上は無理かな。もう一回だけ。えい！かわいい。なんなんだこのかわいさは。いかいか、見とれてる場合じゃねえ。ああ、小野寺、届かないとこは俺が消そうか。え、今の見てた？ああ、うん、ちょっとだけ。そっか。じゃあ上の方だけ消すのお願いしてもいいかな？あ、もちろん。よし、綺麗になったぜ。これでいいか？うん、ありがとう。最初からお願いすればよかったね。気軽に言ってくれよ。こんなことぐらいお安い御用だからさ。うん。ん？電話か。小野寺から？もしもし。一条くん、小野寺です。おう、どうしたんだ？あの、もし都合悪かったら全然断ってくれていいんだけど、実は今度の土曜日、一条くんにまたバイトをお願いしたいの。バイトって小野寺の実家の？うん、和菓子作りの手伝いなんだけど。おう、そんなことならいつでも大歓迎だぜ。あ、本当に？よかった。すごく助かるよ。一条くんに頼めるとすごく安心だから。そっか。そう言ってもらえて嬉しいよ。もちろんだよ。あ、なんか声だけだと相手がどんな顔してるかわかんないから緊張するね。そうだな。じゃあこれで。またね、一条くん。おう、またな、小野寺。多分俺今ので今年の運使い切ったわ。おはよう。ほら、急がないと遅刻するわよ。わかってるっつろ。お前も急げ。オッケー。どっちが先に教室に着くか競争ね。あっさきなあ、ちょっと待てって。